はいえー、それでは細野幹事長の定例会見を始めたいと思います、じゃポ冒頭、幹事長から一言お願いいたしたことご苦労様までございます、えー、今日の役員会で、えー、先週、常任幹事会で決定をいたしました、えー、平岡あの秀夫氏の,です、ね、あの擁立を確認をいたしました、えー、21日に加枝田代表が現地入りをいたしまして、平岡氏、えー、とですね共に会見をしております、えー、無所属で出馬をするということ。 民主党はです、ね、推薦をし、全力でで支えるとといいうことでございます。本日の役員会では、参議院の山口選挙区のです、ね、補欠選挙対策本部を設置することを確認をいたしました、本部長には河井田代表、事務総長に幹事長である私、そして事務総長代理に加藤選対委員長をが就任するということでございます。 その他の役,人役員につきましては、これは順次、それぞれ指名をして、スタートするという形を取りたいというふうに思っております。なお、今週中にはです、ね、意思確認をする意味も含めまして、平岡氏にもですね、状況をしていただいて、両議員議員懇談会を開催をしてです、ね、意思統一を図りたいというふうに考えております。私からは以上です。 それでは、えー、質疑に入りたいと思います。一問一答で社名と名前を名乗りください。質問のある社の方どうぞ。こちらおっしゃ TBS の木田です。えっと先ほどですね、あの広島の方で、はい、えっと<ー>今回の衆院選を無効とする判決が出ました。それの受け止めとえっと今後の選挙制度改革にへの影響についてお願いします。はい。 先ほど私もあの速報を見まして、えー、非常に衝撃を受けております。えー、初めてのです、ね、無効判決ということでございますので、えー、広島1区2区ということに限定をしておりますが、えー、全体としてやはり、えー、今議席を得ているです、ねえー、衆議院議員、まあ、さらには あの引いては議員内閣制ですから、えー、政権そのものも含めてですね正当性に非常に厳しい判断が下されたということです。あのまあ、これをどう受け止めるかやはり国会にあるです、ね、議員さらには各党がこれは相当しっかり慎重に考える必要があるというふうに思いますね。 今後なんですけれども、やはりあの緊急で必要なのは、えー、この状態を解消することだというふうに思っております。えー、ゼロ増五減法案というのもです、ね、確かに、えー、総選挙の直前に通っておりますが、ですで、ね、に札幌と福岡の高裁判決で,です、ね、ゼロ増五減ではです、ね、違憲状態の解消には不十分という判断も下されております。まあ、そういったこととを考えると この広島高裁を含めたです、ね、司法の判断はこれまでのです、ね、立法府のさまざまな取り組みをです、ね、これは怠慢というふうにやはり受け止めていると言わざるを得ません。ですからいろいろ各党各会派言い分あるというふうに思いますけれども本当にここで,です、ね、腹を割って話をしていかなければ 本当にあの司法からこういう判断を突きつけられているわけですがそれ以上に、えー、国民からですねななないいい深刻な状態ににるという,ふうに思いますですから私どもとしてもあの従来からあの考え方はございますけれども、えー、それにこだわらずですねどうやったら合意を得ることができるのかそのことをあのより真剣に考えていきたいというふうに思っております他にございますでしょうか。 じゃあさん共同通信の池田です関連してなんですけれどもあの今回の判決に関して言うと、まあ、当時はその民主党が与党だったということで、まあ、あの格差是正を実現できなかったことについて民主党の責任を問う声も出てくるかと思うんですがその点についてはどのようにお考えでしょうかあのこれはどこの党があのより責任が重いかというよりは国会全体の問題だと思うんですね。 あの決して責任を民主党が免れるというふうにも思いません。あの何度もです、ねえー、この定数の削減、えー、それはあの引いてはですねあの格差の是正にもつながるわけですから、えー、選挙前にですね何度も私どもは協議を呼びかけ具体的な提案もしてまいりましたただし合意に至らなかったあのそのことそのものに民主党も責任がありますがこれはあの民主党だけではなくて。 国会全体に責任があるというふうに思います。でもうあの角を突き合わせている状態ではありませんので、えー、一刻も早くこういう状態をですね、打するために各党がですね、まあ本当にあの胸襟、えー、を開いて議論すべき時期が来ているというのがあの今日の私のまあ率直な感想ですね。はい、他にじゃ朝日新聞さん。 南ですあの今の件に関連してなんですがあの細野幹事長1問目の質問に対してあの今後、緊急で必要なのは、まあ、この状態を解消することだと、まあ、おっしゃられてこの各社の話についてです、ねあのまあ、最優先とするような意向を示されたと思うんですが。はい このい今回の無効判決を受けてあの金曜日の段階では定数削減とこの違憲,状態違憲という判決に対する対応というのがまあ同時決着が望ましいという考え方を示されていたと思うんですがよりこの司法からの判断に対する対応というのを優先すべきだという形でお考えなんでしょうかもちろん緊急性が高いのは司法からの要請に応えることですね。えー まあその司法からの要請というのがいくつか出ていてですね。今回の広島高裁の判断は一番厳しいものですし、またあの少し前に札幌と福岡ではですね、ゼロ増五減では違憲状態の解消には不十分という判断が下されてますね。そうしたことも総合的に考えてどうこの格差を是正していくかということだと思います。はい。じゃあもう一度浅見さん。 すすません朝日南ですあの確認ですがそれは定数削減よりも格差是正の件を各党各海外のその合意を最優先すべきだという認識に立たれていると理解してよろしいんでしょうか。格差是正をするです、ね、一番それはスムーズな方法というのは定数を変えるのにこれを増やすという判断はこれはどこの党も取らないでしょうから。 削減という方法が一番これが早いわけですねですから格差を是正すると同時にその手段として定数削減まあこれは国民の要請でもありますのでそれをあのとにかくしっかりとやり切るということが重要だと考えます他にございますでしょうかじゃあ日経新聞さん 日経新聞の黒沼です、あのー、今の件に関連してゼロ,ゼロ増5減法案のことなんですけどもまもなくあのクリシンの方から勧告出て、えー、それに基づいて公選法の改正案が出ることになると思うんですがこれにその今回の,あの判断も受けてですねその法案に反対するという選択肢というのは民主党にとってあるんでしょうかあの反対するということではなくてもすでに司法の判断が下されていてですねそれでは、違憲状態の解消にですね 不十分であるということが判断としていくつかの交際から出てるわけですからそれに対応するような定数削減に踏み切るべきであるというのがですね先日のですね我が党と維新の会とですねみんなの党の幹事長会談での我々の共通認識です。ですからこれはどちらがいい悪いではなくてやや自民党の幹事長がですね少しこの問題について えー、まあ何と言いましょうかいや感情的とも言われるような思われるようなですねあのことをおっしゃってるようですがあのそういう問題ではないんですよねですからどこの党がどうということではなくて全体としてですねしっかり格差を是正して定数を削減するということが重要ですから、あのー、もう腹の探り合いをしてる状態じゃないと思います。ここは各党各党派のですね、あのー それこそ立場がどうこうということではなくて、立法府としてのもうあり方そのものが問われているというふうに思いますね。他にございますか。じゃあファクターの宮島さん。月刊誌のファクターの宮島です。あの全く別のお話なんですけど、あのまあ福島第一原発というのは、まあネズミでもテロリストになれるようなですね脆弱性というのが。 世界的にも明らかになったような状況なんですけどこういう状況、最も詳しい細野さんどういうふうに受け止めておられるのかそれでまあ自民党の方にはですねやはり原災法では足りないと自衛隊法の改正を含めたそのやはりその非常事態のことについての提案もあるようですけど現状の現行法制でですねその今の福島第一原発の現状というのをですねここずっと守っていけるのか。 どのようにお考えになっているのかをですね伺いたいんですけど。はい。まず先週のですねあの停電ですねあのトラブルにつきましてはあの福島の皆さんをはじめ国民の皆さんに大変なご心配おかけをしてますので非常に深刻に受け止めております。また私はあの事故発災直後から担当し昨年のですね9月までは。 担当大臣をしておりましたので、えー、お詫びを申し上げなければならないそういう立場であるというふうに思ってます。まあ、当時からですね設備の信頼性を向上しようということで、えー、様々な取り組みをあのしておりました。その中で、えー、積み残されていた部分でですねああいうトラブルが起きたということ自体ですねあのこれはもう本当に、えー、申し訳ないという気持ちでいっぱいです。あのー。 まあ率直に言いまして、あの特電力福島第一原発はですね、通常の原発と違いますので、えさまざまなやはりトラブルというのはこれからも起こる可能性があるわけですね。でそれにどうしっかりと対応できる体制ができているかということが問われているというふうに思います。で少し今回の対応を見ていて心配になりましたのはですね、事故が起こってからま一年とか、え一年数ヶ月の時の 緊張感を本当に事業者が持っているのかどうか、まあ、さらには江根町がその緊張感を持ち続けられているのかということにです、ね、正直言いましてやや懸念を持ちました。まあ、と言いますのも、えーまあ、東京電力のです、ね、公表が3時間後であったと、まあ、これは事故後の対応でさまざまなトラブルがあってとにかく即時公表ということでやってきましたのでその当時の状況から見てもやはり遅いと思います。 あとは、あの延長の担当大臣であるです、ね、茂木大臣が、えー、事業者を呼んでで直接指示をしていないといなととうことですで官僚組織というのはです、ね、やはり平時に戻りたがるところがありますからあの特にこのトラブルへの対応であるとか、えー、さらには原発の廃炉ということに関して言うとそれは事業者の仕事であるというふうに、えー、ずっと考えがちなんですね。で私が担当しているとははそうではないと これはは事事業者者に任せるのではなくて、政府も当事者としててやるべききだととといいうことをずっと言い続けてきましたで。それをやはりあの閣僚が言い続けない限りですね、えー、おそらくあの官僚組織というのはそういう意識を持ち続けることは難しいだろうというふうに思うんですね。あのー、まあ政権も変わりましたので、えー、担当も変わって、えー、まあその辺のですね当事者意識をどれぐらいしっかり持っていただいているのかこれはあの決してあの足を引っ張るとかいう意味ではなくて。 国民のためにそして福島のためにですね継承を発する必要があるというふうに私自身考えておりますですから、あのー、ぜひそこは緊張感をもう一度持ってやっていただきたいそんな思いです。でテロなんですけれども、まあ、いわゆる 3S と、えー、セキュリティとセーフティとセーフガード3つをですね一元化をしてやっていこうというのは、まあ、日本が旧来から主張してきたことでありながら現実にはできてないという面があるんですね。ですから まあこういう設備の脆弱性がある以上はですねテロについても対応できるような体制を作るべきだというふうに考えています私自身が担当していた時も、まあ、警察とは水面下でかなりいろんな協議をして体制を作ってまいりましたしそれをさらに強化をしていく余地はあるというふうに思いますねであとは手法として、まあ、従来からあの自衛隊という話は、えー、確かにあるんですけれども あのこれはあの、まあ、いろんな議論があってもいいというふうには思うんですけれどもすべ、えー、てのことについて自衛隊ということよりはです、ね、現実的に警察機構で対応できるのであればしっかりとやっていくと、まあ、治安の問題ですからそういった面もあると思うんですねですからあの全く否定するものではありませんけれども現状においてまずしっかりやれることをやるということをより優先していただきたいというふうに思います。 他に東東京京新新聞聞さん東京新聞の安藤です再びまた桑木の話に戻って恐縮なんですけれども桑木氏の勧告が木曜に出てで政府は官房長官会見でもその勧告に基づく公選法改正を急ぎたいという姿勢を変えてないんですけれども国会の責任として各、えっと、党はそれより大きなそ,のそもそも 交際の裁の一連の判決を受けたもっと大きな選挙制度定数削減のあり方について議論すべきだというお考えでしょうか0増5減の法案をですねあの実際に区割りンの判断が出た後に、えー、通すとそれを現実的にまたさらにしていくということによりましてねあの問題が解決するのであればそれを優先するということでいいと思いますよ。ただ あの札幌と福岡の交際でですね0増5減は違憲状態の解消には不十分という判断をなされている以上ですねまた同じような話になる可能性がありますよね。ですからそこは、えー、総選挙の前とです、ね、状況が明らかに変わってるわけですから、あのー、もう一刻も早く、えー、そういう状態を脱することが必要ですのでそこに向かって各党が協議を進めていく必要があるのではないかというのが私どもの考えです。 他に、じゃあ、ニコニコ動画さん。ニコニコのあなおです。よろしくお願いします。ますあの、ぜひ、あの、幹事長にお伺いしたいんですけれども。あの、原子力委員会のですね、委員が設立した N. P. O. 法人に。まあ、電力業界側が毎年多額の、事業資金を提供していたことにつきまして。 まあ毎日新聞等であの報道だったんですがあの政府はです、ね、あの辞任の必要はないという趣旨の発言をされておりますあの前の大臣としてのまずご見解をお願いいたしますすみません、ちょっと私報道を見てないんですが原子力委員会ですかそうですすかそう原子力委員会の秋葉委員がです、ね、あの設立した NPO 法人に電力業界が多額の資金を提供していたんです。うん、で今委員はです、ねまあ、顧問という形で えとその NPO 法人にはいらっしゃらないんですけれども、はい、でもしご存知なければもう一つ別の質問よろしいですかこれに絡ん,で絡んでなんですが、まあ、この原子力規制委員会の委員に対してはです、ね、大臣に勧められて当時進められていた通り、まり、あ いろいろ報酬等についてルールを設定されたと思います。はいうん、ところがあの原子力委員会については、まあ現状特にルールがないということがあるんですが、この点についてはあの組織の見直しも含めて原子力委員会についてどうお考えでしょうか。はい。えー、まず前段の NPO の話はすみませんちょっと私全く情報がないのであのー、コメントを今の段階では控えさせていただきたいと思います。で後者のところについてはですね。 原子力に関するさまざまな専門的なです、ね、意見を出しうるそういう例えば三条委員会八条委員会というものになると思うんですがそこには一定のルールが必要だというふうに思います。ですから原子力委員についてもです、ね、仮にこれからも原子力委員会という形でやるならば当然そういうルールを設定すべきでしょうね。 まあただこれもあの私があの原子力委員会直接担当しておった時からそうなんですがおそらくこの原子力委員会そのものはですねあの役割をすでに終えているだろうとでむしろ新しい形の組織の方がいいのではないかという議論をしてきたんですね。ですからまあ具体的に言うと特にあのセーフガードの部分使用済み燃料プルトニウムの管理について国際的に透明性の高い形で したで独立したです、ね、しっかりとしたチェックをしていくという体制が必要ですのでその部分のししっかりととた組織は必要だと思いますでその一方で例えばエネルギー政策や原子力の政策について方向性を出していくということに関してです、ね、果たして内閣府の中に原子力委員会という形でやるべきなのかどうかここは大いに議論があるところだと思うんですね。 むしろそこはエネルギー全体としてどう考えていくのかということをですねあの独立した機関というよりはある意味政府が直接的に持ってありうるような形で検討していった方がいいというふうに私は思います。ですからあの、まあ、原子力委員会の委員の選び方そのものについて議論することもです、ね、もし仮に当面継続するのであればあってもいいと思いますけれどもおそらくより近道なのは原子力委員会そのものをです、ね、これを大きく形を変えて 新しい組織にしてですね。そのあのメンバーを選ぶときに何らかのルールをより厳しいルールをですねしっかり設けていくことが重要ではないかというふうに思います。他にございますか。じゃあ次々さん。すみません。G 通信の佐々木と申します。あの昨日のオンブラのお話の関係であの脱原発基本法の扱いについて、はい、今後ミスと,として。はい どういう言っていくかということと、この法案をめぐって、ですね党内ではあの積極論と消極論、だいぶあの意見が分かれてると思うんですけども、この分かれてることに、状況について、幹事長、どういうふうにご覧になってるか、原発の政策についての基本的な考え方は、ですねでにあのかなり議論を積み重ねまして、えー、総選挙の前に方向性を出し、えー、そして、まあ、総選挙でもですね、 2030年代にゼロを目指してあらゆる政策資源を投入するということでもう一貫をした主張をしてますので変える必要はないというふうに思いますね。あとはやり方ですね。あの電力システム改革であるとか再生可能エネルギーをしっかり育てていくであるとか新設は原発についてはしないであるとかいくつか具体的な方法ももう見えておりますのでそれを一歩一歩着実に進めていくというのが基本的なやり方としてはですね えー、まあこれは、えー、オーソドックスな方法だろうというふうに思います。でその中であのー、新たな法律側の制定が必要かどうかというのはまあこれ政策部門でですねさまざまな議論があるでしょうからそこでしっかりと検討していただきたいと思いますね。はい。かん関連ですか。じゃあもう一回じゃ実時です。すみません事実審査です。あのすみませんあのー。 この法案を出すことによって参院選で,ですねその脱原発の是非というものをこうより強く出していった方がいいという議論がその積極論の中にあると思うんですけれどもあの当然、幹事長としてもその法案を出すか出さないかは別として参院選で脱原発に関してはこの大きな対立軸として表あの前に出していくべきだというお考えだという理解でよろししいでしょうかそれはあの私もそういう意見ですね。でですすかかから原発ゼロを目指すかどうかというとといころで 自民党とですね、私どもとは、これは違いがありますから。そこは参議院選挙の判断の大きな材料になるというふうに思います。他に。じゃ、朝日新聞さん。あ朝日新聞の南です。あの、週末に細野幹事長が、まあ、テレビに出演された際に、まあ。よくショックを受けたんですが、まあ。かなり。 民主党に対してです、ねまあ、厳しい VTR なども流された番組だったところですねで、まあ、民主党がいくらいいいことをいろいろ言ってもなかなかこう世間に浸透していない、まあ、民主党自体が嫌われているという状況がまだあると思うんですがこの民主党が嫌われている理由というのはまあ細野幹事長としてはどのような点にあるのという今、分析をしていて、まあ、今後どのように克服していこうとお考えなんでしょうか。<laughs> まあ、そうやって真正面から嫌われてますねって言われるとう <laughs> なんとも言い難いところがありますけどね、まあ、一方一方ですね参議院選挙の結果あ衆議院選挙の結果自体も、まあ、これまでの民主党からすれば極めて厳しい結果ですし、まあ、比例区で1000万票をです、ね、割り切ってるという割っ,て割ってきてるということもです、ね、これはもう厳しい結果なんですよね。まあ、そこから、えーまあ、支持という意味ではです、ね、回復することができてないということだと思います。 ですからあの今の人気がどうかということよりはですねあの、総選挙の時に厳しい評価を受けた状況からですね、あの我々は前進しているわけでありますけれども、えー、それを国民皆さんに前向きに評価をしていただくところまで行ってないということだと思うんです。それはさまざまな問題について、えー、しっかりとバラバラにならずに前に進んでいくということもそうですし、まあ、政策についてですね あの実現をしっかりとできるようなものを提案をしていくという中身もそうだと思うんです。で、これだけ大きくあの評価を下げているわけですから、こう一朝一夕でうまくいくということはないと思います。ですから一歩一歩前進をする中で国民の皆さんに民主党という政党が今こういった形で頑張っているんだと必要だということを分かっていただけるように努力をする。近道はないと思います。一歩一歩やります。他にじゃあその隣のテレ朝さん。 テレビ朝日の平本ですあの、まあ、今、嫌われているというような質問も出ましたけれども、今週末、あのテレビ朝日で世論調査を行いました、えー、内閣支持率は62.5%と、発足以来、初めてマイナスに転じて、マイナス4.6ポイント減ではあったものの、いまだ60%を超えるという、また高い水準を維持しておりまして、それで政党支持率で見ても、自民党が48.9、民主が11.4とかなり溝を分けられている状況です。 この世論調査の結果をどのように現在受け止められるかとはいうこととです、ね、先ほどの質問と重なる点もあるかもしれませんが今度4月に参院の補選がありその先も選挙がいくつも控えておりますけれどもまず民主党としてです、ね、この状況から出していくために一番力を入れなくてはいけないと考えていることはどういった点でしょうかそうですね今の数字は現時点での国民の皆さんの評価ですから我々としては厳しく受け止める必要があるというふうに思いますね。ですかかららそこから 我々がしっかりと這い上がっていくということが重要だと思います。で、まあその方法なんですけれども。えー、まあ、私どもとしてはですね。先ほど申し上げたように、政策をきちっと作っていくという積み上げですね。で、あとは、えー、その方針に基づいて一致団結して行動していくというまあ、そういったところを継続していくしかないと思います、えー、その中で。 あの4月の山口の補選もそうですしおそらく都議選も参議院選挙もそうだと思うんですがもう一度国民の皆さんに立ち止まって考えていただきたいのはです、ね、ここで連続して自民党が勝つということになればあの参議院でも圧倒的に多数を持つわけですから、まあ、それこそ何でもできるということになるわけですね。でそのやはりあの暴走を止めることができるかどうかという判断がまず一つあるということはえー 我々もしっかりととえていいく必要があると思います、まあ、例えば予算についてもですね今公共事業に回帰してますね、えー、まあ経済が良くなってるからいいじゃないかという話もあるわけですが私どもはまあ教育が犠牲にされてですねそして公共事業があの再び増えてるということに関してはですね非常に強い危機感を持ってます。でそれをあのまあ我々の税金だけでやってるということなら別ですけれども。 あの我々がややっっててていた時よりもはるるかに赤字を出してやってるわけですねですから仮に経済が良くなっているとしてもですねそれがあの例えば将来の月けを回して子どもたちの財布からあのお金持ってきてですね今我々が使っているんだとすればこれも大問題ですから、まあ、そういったことはあのどんなに支持率の高い政権であっても我々が国会で言い続けなきゃいかんと思います。 あの山口の補選について各党に協力を求めていきたいというふうに思っていますが、えー、そこで本当にですねあの都議選も参議院選挙も含めて、えー、安倍自民党に退場してでも言うべきことを言っていく政党がどこなのかそこはあの国民の皆さんにご判断をいただく重要な場面の一つではないかというふうに思っています。そ、まあ、その,他あのいくつかありますけどねね、まあ、原子力発電の問題についてもううだし、えーまあ、あとはそうです、ね さまざまなです、ね、あの安全保障を含めた問題についてもです、ねえー、国防軍を作るというところまで本当に国民の皆さんが、えー、自民党と付き合うつもりがあるのかどうかやってくると思いますよそこまで,で。そこまで私は自民党が国民の皆さんから圧倒的な支持を得るような政策を持っている集団には見えませんのでそこはあの私どもがやはりここでしっかりと踏ん張んなきゃなんないと。 というふうに思います、えー。時間もだいぶ過ぎましたが、他にどうしてもというところございますか。じゃ最後一人、じゃあさん。フリーランスの安住です。あのー。 えー、青森の波多野さんがです、ねあのまあ、離党されたということなんですけれども、波多野さん、2010年の前回の参議院選で、えー、民主党の公認候補として出られた、でえー、昨年の衆議院選で,で,す、ね、衆議院選でもあ、まあ、出られたということで、2回続けて出られたわけなんですが、あ実際のところです、ねえーと、前回の衆議院選ではかなり票を取れなかった。 それから参議院選もですね、途中で体調が悪いとかって言って十分なあの選挙活動をされなかったという経緯があります。で今回まあみ、あのみんなの党にでくら出馬じゃないかという話になってますが、まあ、こ,ういうこういう状態について幹事長としてはどういうふうにお受け止めになってますか。うんあのーまあ、現職についてですね、あのそれは、えー まさに今議席を持っているわけですので我々と行動を共にしていただきたいという強い思いはありますですからそこは我々も責任を持って一人一人ですね説得もするしあのまた仲間ですからあの一緒に行動できるような努力をしていくということは重要だと思います。その一方であの現在議席を得ていない人がですねあのどのように行動するのかということについて全て全部その民主党としてですね えーまあ、コントロールすることができるかといえば、まあ、そこはあのー、やややはり限界があるというのも事実なんですねで、まあ、あとは私は有権者の皆さんが判断をされることだろうと思います、まあ、つまり、まあ、選挙で勝つためなら、あのーまあ、それこそどの党でもいいのかという話になりますよね。でそこはあのー もう有権者の皆さんがご判断されることですので。あの、私の方で、今、えー、ああでもない、こうでもない、というつもりはありません。それを見守りたいと思います。よろしいですか。じゃあ、もう片口さんじゃい。 先ほど現職については仲間だからというふうにおっしゃいましたがでは現職じゃなかったら仲間じゃないからということになるんでしょうかそれとですね有権者の判断に従うということなんですがもちろん前回の衆議院選それから参議院選も有権者がだめだということで判断したような候補だったわけですね。 でそのような候補を2回続けて擁立、まあ、衆議院、参議院本来だったらです、ねまあ、国政同じ国政といってもです、ね、役割は違うということなので、えー、できるなら、まあ、理想的には、まあ、違うような候補を擁立するのが理想だと思うんですけども、えーまあ人材難だと思うんですがそれで、まあ、こういう候補をあの擁立しまったということについてはです、ね、幹事長としてはどういうふうにお考えでしょうかうん、まあ、あんまりそうひねくれって取らないでください。 ももちろん落選中の人も仲間ですよ仲間ですけれども引き続いて民主党に関わってくれている人とです、ねまあ、そこであの縁が切れてしまって、えー、なかなかその協議ができてない人とです、ね、あのそこはやはりどうしても温度差がありますからそのすべてを一回民主党と関わったからもうずっとその人を何かこうつなぎ止めておくみたいなことは現実的にはなかなか難しい面があるということを言ったわけです。 でまあ鳩山さんについてはまあ今回擁立をしているのはまあみんなの党ですから今のご質問はまあもしそういうふうにお考えになるのであればあの我々ではなくてあのみんなの党の方にしていただいた方がいいんじゃないかというふうに思います。よろしいでしょうか。はいそれではえっと今日の定例会の終了させていただきますありがとうございました。